を受賞した海洋ミネラル納豆や金の延べ棒のような独特のパッケージで金箔入りの菊水ゴールド納豆などの商品がある。納豆に金粉がまぶしてある菊水ゴールド納豆は第9回全国納豆館評会で厚生労働省医薬食品局安全部長賞の優秀賞を受賞。海洋ミネラル納豆は 大洗沖200メートルの海底から採取し、生成した MCM を使っている。姉妹品として、第13回全国納豆館評会で農林水産大臣賞の最優秀賞を受賞した海洋ミネラル納豆ミニ2がある。ガンコ一鉄納豆は、ブログミリッツカンパニーという市民グループから、 家庭のゴミを減らす納豆を作ってほしいとの要請と、茨城県日立市の環境都市宣言を受けて開発された納豆である。納豆自体を日本古来の競技で包み、パッケージも紙である。化石燃料である原油製品は一切使っていない。姉妹商品として頑固一鉄 90g がある。黒納豆は、 茨城県農業総合センターと菊水食品が2005年から納豆用納豆に適した黒大豆骨粒として共同開発し茨城県産としては初めての黒大豆骨粒を使った納豆である2010年7月10日から商品化されている姉妹商品に黒豊かな納豆があるこの黒豊かな納豆は2011年の 第16回全国納豆館評会で厚生労働省医薬食品局安全部長賞の優秀賞を受賞した。また、この黒大豆骨部は地産地消の観点から2010年11月に日立市全域の小学校や中学校、養護学校の学校給食に採用された。茨城県日立市の土産物作りを始める。 2012年10月に、日立駅構内入り口に、日立市初めての物産コーナーができ、そのオープンに向けて、土産品の開発をした。商品例、万能納豆タレは、東京日本橋ゆかり三代目の野長君よによって、考案された納豆を使ったタレで、あらゆる食品に合うように作られたものである。海洋ミネラル納豆が、原料の万能納豆タレ。 黒豊かな納豆が原料の万能納豆タレ、海洋ミネラル納豆とキムチの素が原料の万能納豆タレの3種類がある。日本初のタレ、ドレッシングとなり、日立市の名物土産品となった。さらに、日立市の花、桜を模したデザインの日立の納豆と国の重要無形民族文化財に指定された日立風流れ物をデザインに使った。 日立の納豆も同時に開発し、日立市の名物土産品となった。桜のデザインの日立の納豆は2013年の第18回全国納豆鑑評会で有料賞の納め地下市会会長賞を受賞した。2015年1月10日、糸引きの日には小入り娘のレギュラーとミニサイズの8種類を販売を開始した。 そして2015年2月28日の第20回全国納豆鑑評会で引き割り納豆部門では小入引き割り娘が全国納豆組合連合会長賞を受賞した。2014年豆の高プロジェクトが茨城県で発足した。このプロジェクトは茨城県の納豆業者6社が海外向けに糸引きの弱い納豆を統一ブランド名。 豆の鉱として着手した。この豆の鉱は、茨城県工業技術センターの久保市が開発した、納豆菌、茨城、LST-1 特許出願番号、特願2014から10932を使用して作られた納豆のことである。納豆王国茨城と言われる、茨城県で、全国納豆鑑評会で6度の受賞をしているのは、 菊水食品だけである。2016年1月10日、糸引きの日に、奇跡のリンゴでおなじみの木村明則さんに直接、指導を受けた、山根秀明の自然栽培する大豆、鶴の甲大粒を使った、納豆、奇跡の納豆の販売が始まった。さらにもう一点、青大豆を使用した奇跡の納豆を同時発売した。ここには、 有機栽培の大豆、有機ジャスの大豆を超えた、大豆、無肥料、無農薬、無除草剤といった土地を、自然界と同じ状態で栽培する、奇跡の大豆を使うことによって、今まで、以上の食の安全、安心を提供する納豆となった。2016年に引き続き自然栽培の奇跡の大豆、社会福祉法人プラナの森ナチュラルファームソラマメさんで、栽培してもらっている。 自然栽培大豆の小鈴大豆での奇跡の納豆を2017年1月10日に販売を開始した。2016年2月19日、宮城県気仙沼市のサンマリン、気仙沼ホテル館用にて開催された第21回全国納豆館評会。全国79メーカー、総出品数194点の中から、引き割り納豆部門では小入り引き割り娘が、 全国納豆組合連合会長賞を受賞した。2015年に続き引き割り納豆部門で2連覇を果たした。2016年3年に一度、茨城を代表するお土産を決する茨城お土産大賞2016の最終審査が、水戸市の京成百貨店で開催され、一般審査による一時投票で148アイテムから、 絞り込まれた32品目の中から、日立市の納豆メーカー、菊水食品の製造する納豆は小入り娘4姉妹セットが茨城お土産大賞2016の最高金賞を受賞した。2017年、納豆マークという日立納豆ファンドを立ち上げる。ありがとうございます。